淀屋橋交差点を西から望むトサボリ2は大阪府大阪市を東西に通る主要地方道の愛称。全長約4 7メートル。サボリ3交差点以西は大阪府道29号大阪臨海線。淀屋橋交差点伊東は大阪府道168号石切り、大阪線のそれぞれ一部区間にあたる。また、足や橋東詰京阪東口。 交差点付近間及び、寝屋川橋東詰め交差点片町、東交差点間は警街道の一部区間にあたる。北側に並行して終点から、起点方向へ、土佐堀川が整流しており、船場ではその南岸を通る。ただし、下線上では、土佐堀一交差点伊勢は、江戸堀川の北岸を通る江戸堀北2を利用しており、 土佐堀一交差点日後橋交差点間は新道で、あるため、土佐堀川の南岸を通る元来の土佐堀2とは別の道路となっている。本町2、末吉橋通りとともに、大阪市都心部の東西幹線として、大阪市電、土佐堀南岸線、堺筋線、北浜線、今橋天馬橋筋線、天馬橋前原寺町線の付設によって、拡幅。 新設されてきた経緯があり、沿線には北浜の金融街や住友村が広がっている。地上を走っていたこれらの路線は1968年に廃止されたが、1963年に淀谷橋駅まで延伸された京阪本線が淀谷橋交差点足や橋にしつめの間の地下を走っている。土佐堀一交差点伊藤は渋滞が頻発する。沿線を 抵行しているのは以下のものである。各区で以下の施設に接続している。淀ド橋交差点を東から望む片町交差点。ありがとうございます。